家に電話して言いました、うん、そのラジオやってくれへんかと、うん、相方がええよって言ってくれまして、はい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 、ニューオールナイトニッポン復活でございます、うわーもう、うわーないの、この人も泣いて、もう僕も一人叫んだから、ね、うわーみたいな、あ、多分ですけど、はいはい、ほぼその日ですね、僕が大事件とラジオしてた。あ、でも違う日です。僕だって見てましたか。あ、でもその後かな。その後です。大自然の後ですよ。多分。で、その、ちなみにその岡村さんが発表したぐらいの時に僕の携帯が鳴って、ええ、こうやって始まりますみたいな時に携帯鳴って見たら通知が来てて、ええ、次の安尾のラジオ始まりましたみたいな。あ、いいですね。で、イラッとしましたね。いや、言ってあげてください。友達のラジオ。ナイナイさん復活の裏でラジオやることある生放送。多分だけどさ、聞きながらやってんじゃないか。いや、絶対違うと思います。絶対に、ただただ、言いたいこと言ったと思う。お前に急に乗されたの。何に乗られたの。絶対そうですよ。あ、そう。お、でも、メールしましたもんね、あなたにも。そう。あなたは、あの時よ、大自然のラジオの後は。何？大自然のラジオの後に多分メール来てると思うよ。いや、そう、同じ日だったかな。同じ日じゃないですかね、多分。あ、まあそうか。ちょっと調べてみようか。ゴーゴー何ゴーその、え、木曜ですね。木曜。うん。復活したーみたいな。そう。もうちょっと。すごいね。昨日でしょ？おとといかな、昨日かな。昨日。あ、すごいな、ピタリと言ってしまうけど、はい、やってた日にちが。だ僕が大自然にバーってやって、こう、やめてくれとか言ってる後に、オールナイトニッポン放送が始まってますね。それはまあ別にいいんじゃないですか。その後、桐野安男さんも始めてます。初めて。はい。いろんなラジオがありますね、そう。皆さんはどのラジオですか？喜びとかないの？なんかナイナイさんのわざとか聞いて、そんな聞いてないもんね。そんな俺だからそんなラジオじゃナイナイさんを通ってきてないの、このラジオで。僕はじゃあ青春が帰ってくるみたいなことです。青春そのものですかね。めちゃイケが帰ってくる、ね、めちゃイケでしか知らんからね。あー、でもめちゃイケが帰ってくる嬉しいですね。ナイナイに送ってくるのだから、オールナイトラジオ自体そんな聞いてないからね、全く。でもちょっと冒頭だけでも聞いて、なんかそのウキウキしてる岡村さんがもうなんか微笑ましいのよ、なんか。あ、もうさ、聞いてる側から来たよ。ああ、分かる、これは。早く言いたいんだろうなって、ナイナイ始まるで、みたいな。あんな極楽とんぼさんみたいなもんでしょ。うんうん。加藤さん10年間待って、みたいな。はい。でね、復活してみた山本さんが。復活しましたね。おう。あ、ラジオとか熱いんだよね、そういう感じ。はいはい、うん。私を怒らせないで。声玉もね、最終回しましたからね。あ、終わったんだね、ラジオ自体。ちゃんと正式な最終回して。何でしょう、僕ら。加藤さんが説教する流れで、ずっと。うん。加藤さん途中でブチ切れてましたけどな。なんでその、うん、どうしようもないってこと。まあだからその、いや、説教してくるから、何もお前説教してんだ。あ、山本さんに。やっぱり極楽とんぼだっていう感じで。なあ、ね、でも終わったんや、そのラジオ自体。まあもう一回終わってるから、だから最終回をだけやろうっていう。なるほどね。はいはい。今やってないの、極楽とんぼはなんかラジオ。あ、やってますよ、なんか別は、うん、別。始めてますよ。これね、ラジオもそうだけど、よう聞く。長いでしょ、2時間ぐらい喋るでしょ。2時間ね、喋りますよ。すごいよね、夜中に。今から1時間ね。うん。恥ずかしい話、武田鉄矢さんのラジオしか聞いたことないからね。今日の三枚おろしですか。今日の三枚おろしぐらいですかね。僕もまあ聞いてますけど、はい、女性の人とね、はい、2人で面白い。聞いてるとやっぱ結構すごい学習がある人ですよね。うんうん。なんか歴史が詳しかったりね。はいはいはい。なんか娘がフィギュアを買ってきたんですよ、はいはい。その、
正直その人形もんみたいな、人形もんって自分で言ってたんで、うんうん、人形もんはそんな興味がない、僕は人形もん、うん、そんなそういう人形とか、あのリカちゃん人形みたいなね、うん、でなんだこの人形もんがと思って、その娘のタブレなんかフレッシュプリキュアみたいな、うん、なあ人形を見た時にちょっとこのね、人形のこの足が分かりますか、はいはい、足のこっちの中を見たんですよ、はい、じゃあのパンと入ったら人形が、人形がね、そこであのスパークが入るんですよ、何見た瞬間にバッ、なんでこっちよ、この何もその、なんていうんですか、リカちゃん人形みたいに何も履いてないというか、はいはい、そこまで先に作られてないと思ったんですけど、はいはい、でそれからというものを武田鉄矢さんのフィギュア集めに必死になりまして、はいはい、あのフィギュアの裏を見てものすごい精密に作ってるパンツの人形を集めてるっていうのをラジオで話してました。そうやろうって言ってムパチ先生で言ってくれよ、もうみんなの。ならない。いや、結構あれ、なんか噂聞いたよね。なんか、武田君が、武田さんがさ、まことしやかじゃないってわかんないけどさ、エッチなお店行ったんだって、武田鉄矢が。で、その時に、その、こっちが、お店の子が、武田さん、金髪先生は、こんなとこ来ないって泣き出したんですよ。はいはい。ずっとその武田さんが言ったのはもう、うるせえって。金髪先生も来るんだって。そうそう。そこに言うじゃん。それはしないでしょ。ないでしょ、言葉。今日さ、ああ、それラジオで言ってた。なんかそれは噂で聞きましたね。噂で、噂の話を言ったことあの、まことしやかではないですね、だから。ああ、なるほど。あとその、なんだっけな、たけしさんが、はいはい、たけしさんが駆け出し中の時に、うんうん、あれだけど、トッポ屋の人いるじゃないですか。高倉健さん。高倉健さんがいて、健さんがたけしさんを結構慕ってたんですって。はいはいはい。でも全然その、売れてない時代のたけしさんですから、駆け出し中の。はい、はい。で、その時に健さんとたけしさんが話してたら、その武田、哲也さんが廊下から走ってきて、ケンさんって言って、たけしさんを思いっきり突き飛ばして、ケンさん、あのねみたいなので、たけしさん、このまま、このまま飛んで、このままじゃなくて、その、言ってましたもんね、高倉健さんがそれに説教した、はい、絶対そういうのはやめろって。周りが見えなくなってしまった。まあそうですね。あと YouTube で調べると出てくるんですけど、うん、江頭2時50分さんと武田鉄矢の殴り合いの動画がありますね。何？江頭さんと武田鉄矢さんが、はい、なんでかわかんないけど格闘してる動画が。めちゃイケだ、見た。めちゃイケ、めちゃイケ。アンプラーのやつだ。そう。あ、ぶい。おもろいね。やっぱマジの人なんですよね、やっぱり。多分マジの人なのね、だから。マジだったらやっぱいいのよ。そう。本気だからね、生徒とも向き合えるし。すごいよね。うん。やっぱ代表作、ゴルフのやつですからね、バーンってね。なんかね、ありましたね、はいれいろいろね、やってますからね。ありますね。うんうん。池田哲也さん。すごいね。まあ、これも噂でわかんないんですけど。うん。武田哲也さん、女性とそういうなんか、夜を過ごすときに、はい、電気を消すんですってね。うん。で、電気を消した瞬間に必ず一言があるんだ。何？まあこうね、ぐーっと近づいてくるじゃないですか。はいはい。ぐーって女性の人が、恥ずかしいから電気を消してって言うんですよね。武田鉄矢さんがニコってした後、こう電気をパチパチと消すんですよね。はいはい。わかります？消えた感じのね。
わかるわかる。カチパチと消して一言マルチって言うんですね。それは嘘じゃん。こっちこっち。恥ずかしい。言われちゃう。言われてどうする？それ。A みたいななるじゃないですか。うん。でまあやるつもりでやるかわかんないんでしょ。なんかこう。はげれ。決め台詞を言うのなんか。決め台詞を言ってるの。決め台詞をなんか言ってくる。心配だね。はい。ピロートグやらしいっすよ。なんかこうやってくるらしいっすね。どこで聞いたの？やらないでしょ。あ、きっと悪く思うなよ。結婚してますから。なさらないですよ。終わった後ですね。あ、きっと言う。嫁にやってんのそれ。